下り、新潟方面下り線500メートル手前の案内標識のみひらがな表記になっている。小山谷パーキングエリアは、福井県堺市丸岡町小山谷並びに、道市丸岡町山久安にある、北陸自動車道のパーキングエリアである。下り線のトイレにおいては、2018年から忘れ物や急病人の発見を人工知能が判断するセンサーを試験導入。 2020年から、東 PA も含む、中日本高速道路管轄のサービスエリアパーキングエリアのトイレで導入を開始した。北陸自動車道20周年記念し、日本道路公団金沢管理局、1993年3月、70ページ。AB、トイレ内の忘れ物や、急病人を早期発見するセンサー、ネクスコ中日本が本格導入へ。 レスポンス、https コロンスラッシュスラッシュレスポンス jp スラッシュアーティクルスラッシュ2020スラッシュ03スラッシュ01スラッシュ 332183.html2021 年1月24日閲覧。北陸産剣発。店内厨房で調理した料理をご提供する。新しいファミリーマートが誕生。E8 北陸自動車道長谷。 パーキングエリアリニューアルオープンします。中日本高速道路株式会社。2017年8月3日閲覧。ありがとうございます。